い、どうもパルでございますと、ラブライブ9周年おめでとうございます。こう一つのコンテンツがね、みんなに愛されながら9周年を迎えられる、これほど素晴らしいことはないですよ。9周年か。9年前っつったら俺何やってたかな。9年前っていうと中学2年生中2の時ですね。うん、鼻垂らしながら遊んでたでしょうね。ラブライブにとってね、この9という数字はね、本当に重要な数字なんでね。9周年発表会で何発表されるんですかね。もしかしたらね、この動画が上がってる時にはすでに、ね、発表された後かもしれないんですけど、今現在この動画を撮ってる僕はね、何が発表されたのか全くわからない状態なので、ほんともうワクワクが止まんないっす。はい、じゃあそんなわけでね、今回そのワクワクにちなんだこんなものを購入してまいりました。それがこちら。はい、ラブライブサンシャインオーバーザレインボークリアステンドチャームコレクション、こちらの方ね3つ購入してまいりましたので開封していきたいと思いますと、はい、ついに出ましては新しいクリアステンドチャームコレクション、しかも映画バージョンで、このグッズね購入するたびに言ってるんですけど、今回も言わせて、めっちゃ綺麗でめっちゃ好きなんですよ。本当にね、出来が最高すぎる。もう新しいやつ出たらこれは絶対買うって決めてるやつですからね。で、種類は9種類ということで、もちろんアクアのメンバー9人ですね。狙うはもちろん僕の推しである花丸ちゃん。当てたい。ちょっとね、本当にこのアクア関連の開封動画8連続で花丸ちゃん当てられてないんですよ。どんどん更新していく負の記録。とりあえず言いたいのはね、9連続で外すのはマジでやめて。せっかくね、9周年を迎えて、9という数字がものすごくおめでたいありがたいものなのに、9連続で外すとかシャレになんないから。はい、じゃあそんなわけでね、早速開封のに移らせていただきたいと思います。では行こう。はい、じゃあ一つ目ですね、行かせていただきましょうか。もういきなりもうここで全然出てきちゃってもいいっすよ、花丸ちゃん。本当に僕を安心させてください。はい、じゃあ行かせていただ、あ、ちょっと待って、違う、これはね、そうなんですよ、白い紙があるんですよ。ね、いつも買ってることなのに忘れちゃうっていうね。まあまあちょっとね、見させていただきましょう。一つ目、31、はい、と、おー、ルビーちゃん来てくれました。前回来てくれてもよかったんだよ、ルビーちゃん。はい、ルビーちゃんのね、クリアステンドチャームが来てくれましたということで、いやもうさ、本当に毎回言ってることだけどさ、めちゃくちゃ綺麗すぎない？これちょっと袋に入ってるといまいち伝わんねえな。本当にさ、ほら、このメタリックの部分のこの輝き素晴らしいですよ。そしてね、このクリアステンドになってる部分、この透明感溢れてて、本当にめちゃくちゃ素晴らしすぎますよね。裏から見てもね、はい、この綺麗さということで、もうさ、表から見ても裏から見てもね、本当に魅力しかない。もう正直、このグッズに関してはね、もう運営の回し物かって言われるぐらいめちゃくちゃに専念する。これは買い。まあもちろんね、このグッズのデザインの可愛さにも負けてないのが、この中心に映ってるルビーちゃんの可愛さでございますよ、と。ほんと可愛すぎますよね。こう二人で手合わせてハートとか作りませんか。はい、というわけでね、一つ目はルビーちゃんが来てくれました。今ね、これ二つ目開けるところなんですけど、ちょっといつも通りね、カッターでズシャッて演出あるじゃないですか。あれやろうとしたら、そもそもテープで貼られてなかったっていうね。こんなことあるんだ。ズシャを返して。まあまあ、カッター使わないのは平和的でいいかな、とりあえず。そこはとりあえずいいかな、ということでね、二つ目見ていきましょう。まずはこれを取り出してですね。はい、じゃあ見ていきましょう。二つ目、31。はい、と。おー、チカチーですね。来てくれました。もう、ここにね、代々と映ってる、このチカチー、めちゃくちゃ可愛いなと思っててね。いや、ありがたいですね。てかさ、ほんと、ちょっと、マジで。これ来るんじゃねえの、今回こそ。いや、マジでこれ期待しよう。てかこれちょっと傷ついてるんだけど、いやマジか、これ綺麗なだけに本当にこれちょっと残念すぎる。ちょっと見えますかね、このちょっと白くなってる部分ですかね。これちょっとね、傷みたいになってるんですよね。いや、ちょっとまあそこだけ残念だけど、まあまあまあ、とりあえずね、チカチーの可愛さに免じて目をつぶっていきましょう。もうね、チカチーはやっぱり笑顔が一番ですよね。作中は結構ね、悔しがったり表情とかね、泣いてるシーンも多いんですけど、そういう場面があるからこそ、このチカチーの笑顔はより一層輝きを増すっていう感じですね。はい、というわけでね、二つ目はチカチーが当たりました。ペカーン。はい、じゃあ最後三つ目行かせていただきましょう。とでね、まあこれ見ていただければわかる通り、そう、ルビーちゃんとチカチーが当たったということで、シャロンですね。シャロン、今回こそ揃えたいっていう気持ちと、花丸ちゃん。その両方の気持ちが今せめぎ合ってるよ。まあどっちでもいいというか、どっちも当たってほしい、それはねえんだけどさ、どっちでもいいんだけど、まあどっちでもない可能性の方が全然高いわけでね。まあまあとりあえずね、最後3つ見ていきましょうか。3、1、はい、と、はい、と、はい、と、うお、来てくれた、よかった。ついに、よっしゃ、9連続回避、ありがとうございます。
よっしゃよっしゃ、オッケー。ほんとほんとヒヤヒヤしたわ。いやよかった、もう最後に来てくれるあたりもドラマティックすぎるんだろ本当に。はい、じゃあとりあえず開けていきましょうか。あーもう可愛すぎる、なんかもう久しぶりだわ。だって今まで8連続で来ないなんてことなかったからね本当に。いやでも逆にさ、このね9回目この9連続回避っていうこの9という数字の時にね花丸ちゃんが来てくれる、分かってんな本当に。いやもうそのあたりもうさすが俺の推しって感じですね。もうこの表情も可愛いさもここじゃねちょっと全貌は見れないんですけど、このねあの私服姿もめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。マジであの格好の花丸ちゃん後ろからも前からも横からも抱きしめて、まあとりあえずこれね負の花丸ちゃんカウンターがリセットされたということで、最後3つ目はね僕の推し花丸ちゃんが当たってくれましたと。この輝きはまさにミライソー。やっやっぱ揃わないね、シャロン。まあでもね、そのシャロン揃う代わりにね、僕の推しの花丸ちゃんが来てくれたんでね、まあそれは正直、いいかなって、すごい個人的な意見になっちゃうんだけど、やっぱりその、花丸ちゃんが来るのがね、一番だから、うん。でもやっぱこういうとこなんだよな、陽ちゃん率の低さが露骨に出ちゃうの。まあでも久しぶりにね、開封動画で花丸ちゃんのご尊顔を拝めたということで、ここから何連続で当てられるかな。まあ当然のごとくこうなるよね。